皆さんこんにちは。こんにちは。増刊号。増刊号だ。まず何ですかそれ。ちょっとお知らせさせていただいてもいいですか。何ですかちょっと小島さん。ちょっと小島みなみ SNS で小島みなみがブランドを立ち上げるまでというハッシュタグでめちゃめちゃツイートしてたんですけれども、はい、ついにお披露目です。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、ワンちゃん用のハーネス専門店を作りました。うん、お散歩する時のハーネスなんですけど、はい、うちのハーネスはこのお洋服一体型になってて、ブランド名がルルです。ルル、はい、はワンちゃんね飼ってる方、あ、お友達にワンちゃん飼ってる人いたなって方いたらね、ぜひうちのルルの商品ゲットしてください。いやいつの間にか知らなかったですからね。よくずっと大変そうだったよ今日も。収録中に、ね、収録の合間にもいろいろ外部とのやり取りがいろいろやってて、てんやわんやしてます。今そうなんですね。そして今日発表できたわけですね。発表できました、嬉しい。ルルです。可愛らしいワンちゃんで、お洋服を着せてそのまま散歩できるってことなんですね。あ、そういうことです。すごい便利なんです。春夏秋冬とかやっぱちゃんとあるんですか。そう、今回は秋冬もので出してて、はい、ほんと人間のお洋服みたいな感じですよね。めっちゃ可愛いんですよ、うちの洋服。インスタ映えもするしね。そう、映えるし、うん、あと着せ替えが本当だったら洋服着せてハーネスつけて、これ2回の手間があるんですけど、うん、うち一体型で、あんまり一体型って売ってないんですよ。いや、その1回での手間で済むって結構でかいですよね。そうで、ワンちゃんの負担もないし、ね、お写真映えもするしっていう、うん、だって基本散歩ってやっぱりちょっと自慢したいとこあるじゃないですか。そうなの。うちの子可愛いでしょっていう。可愛いって言われたいの。ね、まさしく。じゃなかったら夜中しらいわけですから。やっぱ昼間やっぱどうですかうちの子可愛いでしょっていう承認欲求というんでしょうか、なんかね。そう、でもあるやっぱそのためにやっぱりね散歩するわけですから。そのためではないですけど、いや、どうせだったらもう可愛いでしょって、一番可愛い段階、そう、食べ物があって一番美味しい時に食べてほしいのと一緒で、そうそう、一番可愛いところ見てもらいたいわけですから。見てもらいたい。ぜひともこれはね、はい、それこそ可愛くないねワンちゃん飼ってる方だって可愛くできる可能性があるわけです。可愛いですね。これ絶対そうした方がいいんですから。そう、可愛いだけじゃなくて、ちゃんと安全性とか、うん、立体裁断っていうちゃんとこだわった作り方をしてて、うん、安全面も考慮しているちゃんとしたハーネスになってます。たまにいるじゃないですか、飼い主としてね、面倒、その散歩なんてのはもう飼い主としての当たり前の責任なのに、うん、自転車に乗ってね、くわえタバコで散歩してるじいさんとかいるんですよ。嘘だ。ああいうじじいとかが東京にいるいる、ああいうじじいが一番こういった安全性の高いね。可愛いものをつけてほしい。どっちかにしろって言うんですよ。散歩するのかチャリンコ乗るのかですね。タバコ吸うのか。そういうジジイが一番買ってもらいたいね。買ってほしい。いろんなジジイに買ってもらいたいです。本番より元気じゃないですか。そうですか。本番この口数で喋ってないでしょ一回も。いや、本番俺があんまりゲストの方がいてほしい。ドヤドヤ出てくるよりかは僕は聞き役に徹してるから、このハーネスに関しては私も一言言わせてもらいたいっていう、ね、嬉しすぎる。小島さんがだって思いね、お仕事の傍ら一生懸命考えてるものが形になったわけですもんね、はい、そうなんです、うん、ようやく形になりました。みんなで応援しよう、ね、ありがとうございます。 EC サイトも貼ってくれてると思うので、うん、ぜひチェックしてください。最悪ね、まだ飼ってない方でもね、ワンちゃん飼ってない方でもね、うん、先に購入してもらっちゃってもね、うん、あ、そうなんです、野球好きもよくねユニフォームとか家にね飾ってる方いらっしゃいますからね、ワンちゃん用のやつ飾って、しかも梱包とかマジ全部私なんですよ。マジで、こじちゃん家からお届けです。いや、それも価値あるな。やばいですよね、てんやわんやです。ちゃんと宛名書いて、こうやってやって、うんうん、宛名書いてやってる、うん、やばいですよね。言えば僕やりますよ。なんでやんねえから。やります、やります。やんないよ、小島さんの力になるのでやりますって。後輩も嬉しい。助かる、助かる。すぐ差し出す。すごいね。いや、でも今日後輩出てきました、田野さんね。ね、ねえ、たのちゃんすごかった。L カップだって。あれはもう目が覚めるというかね。確かにのりさんずっと楽しそうだったもん。そんな、うん、いや、すごかったんですって。すごいですね。でも小島なに憧れて入るってことはこの子は有望かなって思うよね。お、確かにね。やっぱ見る目が、見る目ありますか。芯があるんですよ、うん、あ、そうなの。だって好きな芸人、なすなかとか言われたらちょっとねえなって思うんですよ、のりさん。まあ、アルコ&ピースよりかはあるなと思いますけどね。一番ないアルピーが、何アルピーのみたいなね。なるけど、まあまあ人それぞれですからね。お天気
っていうのはどうなの？お天気を神と崇めてる人とかは。そいつもないな。どうなの？お笑い軽く見てるなってなりますね。お笑いはね、まあそうね。お前らは軽く見てると。文化祭で初めてお天気のネタやったことがあるんですっていう、たまに芸人になったやつがいるんですけど、やっぱ受けてないですもんね。これ見たことか。でも今日後輩祭りでね、桃園さんも来ましたね。ね、桃ちゃんもエッチだったね。あの逆番にエッチだったね、あれ可愛すぎる。でもさ、あれずっと見てられると、あれ飾っときたいな、あのパッケージ。わかるわかる。なんか美術館とかにあっても、はぁーっていうなんか、芸術性を感じられるというんですか ね、あれ。美しすぎて。エロいですよ、本当にエロいんだけど、見てられる。なんでしょうね、あれね。なんなんだ、やっぱ巨乳っていいですよね。巨乳というもう生き物なんですね。今日足したら何カップになったんだろうね。 Z 行ったないよ、行ったかな、もう地球一周するんじゃない。全部地球一周するか。行ってそう、ね、今日だって来られた方全員巨乳ですもんね。みんな巨乳、H、L、そう、最後の方もギャグかってぐらいのデカさがどんどん全員はもうないだろう、ないだろうで、ね、あったんかいっていう。全員悪者だから、アウトレイジみたいな。アウトレイジね。アウトレイジのおっぱい版でしたよね。すごい平和でしたね。おっぱい版アウトレイジいいです ね。そして次がですね、みそのさん、みそのももさん、うん、いい子ね、いい子でした、ね、うん、でも巨乳なんだよ。また巨乳ちゃんでね。いいな。逆に今日出られた、収録された5名の方、あ、まあ、5名ですね、4名か、今日収録された4名の方たちの作品全部見て、いろんなおっぱい見たいですね。確かに、あの聞きおっぱいができるぐらい、これはあ、おっぱいだけでね、佐野さんとかもう全部が分かるような感じにしたいね、うん、でもやっぱさ、みんな乳輪の感じとか違うじゃん。違います。そういうの分析したね。あ、この子はちょっとぷっくり系ねみたいな。なんかでもメーカーさんとかもさ、組んでさ、この配信のこの増刊号に合わせて、なんかオムニバスみたいな AV 出してほしいよね。今日の4本で。ちょっとね。このデビュー作4本詰めとかさ。それはもう夢のようだよ。それいいね、ちょっと。よくないメーカーさんね。この増刊号の時に。デビュー作がこれ。それが叶えられる尾形さんしかできないんだから、尾形さんあと交渉するだけじゃない。なんでそこまでしなきゃいけない。そこまでしなきゃって、乗りかかった船で乗りかかったおっぱいですよ。誰か見てる人がいたら面白くない？面白い。東海号の日で、ちなみに今日もこうなんとかセレクションでみたいな、ね、すごい贅沢。それね、意外とね、あの悩むじゃないですか、今日どれにしようかな、どれ買おうかなって時に、そういうセットにしてもらった方がありがたいな、ね、間違いないですもんね、間違いないですよね、今日これ見て。でまた作品を読むことによって、ちょっとなんか愛着だったりとかね、この裸一回見ることによって、いいですよね、確かに距離が近くなるから、作品にもいいな、ね、いいですね。こういう思いで撮影してたんだなとか、ね、ちゃんと勉強してから来てたりとかして、そうよ、あの話聞いた後にこれでデビューしてんだもんなってなりますもんね。なる。そうそう、デビュー作セレクションみたいな、うん、で日頃のね、一人組手とか、エッチに大切なものだったり下着だったり、全部聞けるわけですから、これ見なきゃいけないですね。めちゃいい。これメーカーさんぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後にヤクノさんね、あ、ヤクマンちゃんか。ヤクマンちゃん、ヤクマンちゃんもいいよね、名前がスポンとまず入ってきましたもんね。確かに。お寿司握ってましたっけ。お寿司握ってます。お寿司握ってそれヤクマンですもん。ヤクマンちゃんね。だからもう、ホリエモンが言ってることは正しいって言ってましたよ。だからもう、10年修行するのバカらしいっていうのは、寿司屋で。ホリエモン、ホリエモン言い方なんですけどね。ああいうわざとそうさせるような言い方しなければ別にね、いいんだけど、わざわざバカらしいって言う必要ないじゃないね。道徳の授業いらないとかね。そうか。言うんですよ、道徳の授業いらないとかね。だけど、あ、でも確かに10年握られた、修行された方よりも、ヤクマンちゃんが握ってくれた方が食べたいなっていう。食べたい、ねシャリ、シャリも機械で出てくるっつってた、ね、そうなの。乗せるだけです、だってどっちにしろ分かんないんだから。でもちゃんと逃げ逃げしてほしいね、目の前がね、目の前で握ってくれなきゃやっぱ意味がないですよ、ね、目の前で握ってくれて、あ、ちょっと崩れちゃったって言いながら出してくれたら嬉しい。全然気にしないよって、ね、怒るだろそんな寿司屋。かわいい。手についたお米とか自分食べちゃったりなんかして、あ、かわいいな。子供連れて行く？行かないでしょ。よしぎを食べてきなさいっつって。さあ、こんな収録でしたが、のりさんいかがでしたか？今日は幸せでした。幸せでした。ずっとニコニコだったもんね、のりさん。本当ですよ。今日おっぱいが元気をくれたでしょ、ヘトヘトになるところを。本当ですよ、すごいね。背中を押してくれた、ね、連続で撮ってましたけど、全然元気、もう一周できますよ。おっぱいがあれば。結局はおっぱいなんだね。
いやマジでそう思う。おっぱいほんと元気になるもんね。なんか大好き。私巨乳の動画とか見ますもん。やっぱ落ち込んだ時、落ち込んだ時になんかあのプールから出入りするこの瞬間わかりますか、あの巨乳ちゃんのザブーンを見るのがすごい好きで、めっちゃずっと見たりしますもん。巨乳っていい。あと僕はその今日どなただったかわからないけど、下着が赤って言ってたじゃないですか。誰でしたっけ今日。誰、田野優ちゃん、田野さんでしたっけ。あの赤に巨乳ってのがすごくなんかもう元気をもらえるなっていう。確かに想像しただけで元気になりましたもんね。確かに元気があれば何でもできるって言ってくれてたもんね。いや本当ですよ。でもそれをさ2000円とかで買って見れるんだったらさ、安いもんだよね。いや絶対みんな見た方がいい。そう、ね、ラッキーだよね本当に。 DVD 買わなくていいんだよ。だって動画の配信でも買えるわけじゃないですか。買えます。お店行かなくていいってすごくないですか。すごいですよ。もう手軽にいつでも、ね、スマホで見れますから、動画買ってもらえたら。そうよね。あ、ねのりさん個人の動画さ買ってたじゃん前回。あれはエロい。見た。いやいやもう本当に奥さんに3日にそうなりましたからね本当にね。夜中に何やってんの。うーっつって暑くて起きちゃってさ。小島さんとんでもない目に遭わせてくれましたね。でもなんかさ距離感がとか言ってたじゃないですか、小島を見たくない理由がその収録の時にエッチな目で見ちゃいそう、全然今日見てなかった。もう巨乳ちゃんに大興奮。全然違う意味で。全然私のことなんかも見てない。ちょっと待って小島さん焼いてんの。何なんだよあんたの芸風。あんたの芸風めんどくせえ。そういうの割り切ってよちゃんと。俺も仕事じゃん小島さん。童貞芸なんだよね。童貞芸って何。いや小島さんいいね。本当、うん、わよかった。まじまじと見ましたもん。わ嬉しい。うん、いやこれを機にどんどん小島さんの作品も見ていかなきゃなという。え見てっていうか私 S1 卒業で。あそうだ。えそうそう S1 卒業10年ちょっとお世話になったメーカーさん。いやいやそっか、お疲れ様でした本当に。まずは何よりもこう続けてくれるっていうのがまず感謝ですよね。まずなんかね、のりさんもねなんか許される範囲なんかね、友情出演でねなんか服脱がないでなんか出る方法がどっかでないですかね。いやぜひ小島さんの作品でね、共演共演。まあ普通にその役によってのお客さん役でもね、邪魔しない範囲で、ね、邪魔しない範囲でね、で街中のエキストラみたいな設定のところがね、なんか乗りたいっすよね。面白くないですか。宣伝したいですもん。のりさんを探せできるね。あ、今来たエキストラのくせになんかでしゃばりな感じの演技して安い安いです。さらに今スーツとか持ってるんですか。一応当たり前でしょ、スーツくらい持ってますよ。へー、想像できない。できますよ、ね、できる。めっちゃ面白いけどな、ね、それ小島さんと。やっぱもう小島さんの作品だからこそのだから出ましたよみたいな、ね、あ嬉しい。まあ、みなもちゃんが小島さんですね、そうね。どっちが先かな。いや意外に見る人いるんじゃない。見ます。どんな絡みして絡みっていうか絡みじゃない絡みじゃない絡まないんだけど、そのなんていうのしゃべりのしゃべりのなんかこう街中のところ絡んじゃったらノリダメでしょ。さすがにやりとりね、どんな道聞くシーンなのかね。知る男優がギリかな。いや何で知るできるんですか。本業の方どうなんですか。今日の、まあ、10月1日なんですけど、お天気が3人組になりました。ありがとうございますね。すごい、ごい3人になった。すごいね、すごいでしょ。え今までは1人2人だったんですよ。え1人増えた。1人増えたんです。元3人なんです。元々3人なんですけどね、そのツッコミが抜けて、はい、で2人ともボケでずっといたんですけど、やっぱりツッコミって必要なんじゃないかなんて話になりまして、帰ってきたん。帰っ、いやそういった新しい方が、新しい方が、ね、すごい、そうなんですよ。ありがとうございます。どうもね、もっと食いつけるぞ。おい尾形。古舘さん以来言ってないでしょ。おい尾形。いやでも大変じゃないですか3人でやるの。どうですかね、2人でも大変でしたけどね。人数多い方が大変でしょ。そんな、まあでもツッコミってやっぱり、いや欲しいなとは思ってますからね。いやのりさんやれよかったろツッコミ。嫌ですよ。まともな人間感が強くに強いじゃないですか。ちゃんと勉強しなきゃいけないみたいな感じもあるしね、みんなね、人生また新たなスタートですね。はいはいはい、みんな新たなスタート本当ですね。新しい一生がまた始まりますね。そうですね、それも全部視聴者の皆さんにね応援していただかないと、はい、よろしくお願いします ね、 本当にね。なんか俺の時間短くないですか。いや大丈夫です。短い気がする。次回ですね、お天気の詳しい話は。